はい、こんにちは、リオラルです。ちょっと今、緊急で動画回してるんですけど、整理来ません。やばい。前回整理来たんが1月21日で、今日3月1日やねん。もう余裕で1週間以上遅れてるんよ。で、こんなことないんよ。これはちょっと、やばいんじゃないかと思って、思い返したよ。ちょっと、ね、男女の関係、あったかなみたいな。この、整理後編間にね。もしかしてちょっと、ね、授かる可能性あるんじゃないみたいな。待って待って待って、なんかあったっけーと思って思い返したら、中島優斗と喋りました。中島優斗と喋ったんよ。いやもうこれ夢とかじゃなくて、もうインスタとか、ツイッターとか見てくれてる人わかると、旧ツイッターゲークス見てくれてる方はね、わかると思うけど、私、この間、平成ジャンプのイベント行って、800人規模のイベント行って、そこでジャンプが、なんとね、お見送りしてくれるってなって、会場の外出て、退場、ファンが退場するときに、ジャンプが、こう、一列になって、お見送りしてくれるファン一人一人を。行きました。だから、ちょっと、一週間以上整理後編のじゃないかなと思って、犯人中島優斗です。はい。いやー、やばいな。中島優斗との子供が育てるよ、それはもう喜んで。やばいな、目だけで妊娠するとはな。好きすぎたら、もう目合わせただけで人は妊娠するわ。うん。リオララ、目だけで妊娠するってよ。うん。ということで、ちょっとね、今から私ね、友達と飲みに行く約束してんねんけど、ちょっとね、飲みに行く前にみんなになんか喋りたい内容結構あるなと思って、ちょっと最近の私の近況報告を皆さんに聞いてもらおうじゃないかと思って、ちょっと動画回してんねんけど、ちょっと酒飲ましてや。酒、ちょっと。いきますわ。ちょっともう化粧もしちゃって、何も食べるもんもないから、ちょっと酒飲みながら今日は雑談していきます。はい。じゃあ、乾杯。お前ちゃっかり無糖選んどんちゃうぞちゃうでほんま。ええやろ別に。体型気にさせろ。いやー、もうみんなもう鼻さして。もうほんまにも金さし一世みたいな感じで言っちゃったけど。そのイベント自体はライブじゃなくて、曲は2曲しか歌わんくて、もう基本的にもうトークコーナーみたいな。とか、お客さんと一緒に楽しめるコーナーがあったり、みたいな感じでだいたい1時間半ぐらいかな。あって、最後、じゃあ本日はありがとうございました、みたいな挨拶して、有岡くんが、じゃあ終わりましたけど、僕たちジャンプメンバーが、出入り口で皆さんのことお見送りします、みたいな。でも、やばいやば、もう来るもう来るもう来る、みたいな。でも、なんだろうな。なんかみんな短番やねん。これ、それ、2連で申し込みができひんくて。みんな短番でしか申し込みできひんから、もうみんな短番やから。別に左右が友達ってわけじゃないねん、みんな。リオももちろん一人やけど、たまたま、一席後ろ。後ろの列の、この、もう真後ろに、友達違うってん。たまたまやってん、それ。たまたま友達が、後ろの席で、だから、リオは、後ろ振り返って、友達と、やばいやばいみたいな。もう来るで無理無理無理みたいな。言い合っててんけど、こう、後ろ振り返ったら、みんななんか、ストンとしてんねん。もうみんな、もう隣の人たちも、もう、前の人たちもみんな、お見送りがこれからあるって言うのに、お見送りがこれからあるって言うのに、こうやって、ああ、お見送りかー、みたいな顔してるから、いや。この日本を誇るアイドル平成ジャンプ様と今からこの距離で会うというのになんでみんなみたいな顔してんねんと思ってそれを声に出しちゃってんねよ。こうやって振り返ってみんなって顔してるからみんな緊張してない？ちょっと待ってみんななんでそんな別に平気ですよみたいな顔してんの？なんで緊張せえへんの？って言ってもうめっちゃ悪目立ちした陰キャのくせに。ほんで、なんか騒がしいやつおるなと思ったら、リオラだよ、ほんま。みんな、笑ってたわ、ほんま。あれはマジで、リオがみんなを笑わしてるのか、リオがみんなに笑われてるのか分からんけど、多分笑われてた。で、そのリオが、なんでみんなそんな平気そうな顔してんの？みたいな。言ったら、全く知らん人やで。みんな全員知らんよ。後ろの席以外、全員知らんよ。やねんけど、なんか、いや、めっちゃ緊張しすぎて、もうみんなこんな感じなんです、みたいな。で、隣の席の山田たんも、いや、私もこんな平気そうな顔してますけど、今実際心臓バクバクです、みたいな。もうみんなな、やばい緊張するとか、いうレベルじゃなくて、ああ、本当にこの時が来るんだ、状態やったっていうことやね。ほんで、なんかもう、じゃあ、スタッフさんが、じゃあもうこの列の方立ってください、みたいなんで、もう、出たらジャンプおるみたいな。もう出口出たらすぐジャンプおるみたいな感じで、出たら、まあ、
山田くん、知念くん、ゆうとくんで、まあベストメンバー5人、平成ジャンプ8人並んでまして、あのね、ゆうとくんにこの子は俺のファンなんやって気づいてほしくて、こうやってこれ持ったんよ。これこのゆうとくんのグッズ3点セットカバンから取って、こんな感じで、はぁーみたいな、やばいみたいな、ゆうとくんって言ったら、ゆうとくんもありがとうございますみたいな感じで、で、あ、ゆうとくんに出会って最高に幸せですって言った。いや、キモ、キモ、思い出すだけでキモ、自分最悪。なんかもっとさ、ゆうとくんに出会って最高に幸せですって言いたかったのに、もうなんかもう目の前に中島ゆうとおるもんやから、1メートルもないで、あれ2センチ、てかここで喋った、もうちょっとでチューしそうになった。ゆうとくんに出会ってってやったらばよかったっていうのはまあ冗談やけど、で、こうやってゆうとくんに出会って最高に幸せです、これもう最悪、めっちゃキモい、感謝伝えてる時キモリよ。ゆうとくんに出会って最高に幸せです、これは家の中で200回ぐらい練習した。ゆうとくんが目の前におると思って、ゆうとくんのうちわをこうここに立てかけて、ゆうとくんに出会って最高に幸せですっていう練習を200回ぐらいしたのに、いざ本番、ゆうとくんに出会って最高に幸せです、最悪、最悪、終わった、嫌われた、キモがられたよね。オキラというよりオキモ、私ゆうとくんのオキモマジでやり直したい、後悔してる。いや、でもやり直しても絶対同じ結果になんねん、もうあれは無理やって。だってみんな担当が目の前に追ってみやん、好きです、大好きとか可愛く言われへんで、あーめっちゃ好きです、やばいってなんねん、ほんまに。うん、じゃあなんかいつものライブとは違う緊張感やねん。いや、もうあかん、ずっとキモいやん。ゆうとくんの前だけでキモいわけちゃうやん、ずっとキモいやん。ゆうとくんに伝えたかったことが、ゆうとくんに出会えて最高に幸せな人生ですっていう、これを伝えたかったって。で、あの、ここにも書いてて、手にもセリフ書いてて、飛ばんように。家でも、もう200回、300回、ずっと、ゆうとくんに出会えて最高に幸せな人生ですっていうのを、ずーっと練習してたのに、飛んだで、実際。だから、なんか、ゆうとくんに出会えて、最高に幸せですになった。なんか、私のことは嫌いでも AKB48 は嫌いに来れるなみたいな。うん、ほんま。飛んだね。でも、ゆうとくんは、優しいよ、ゆうとくん優しい、ありがとう。これ。わぁ、あの笑顔忘れねえよ、でも結構記憶飛ぶタイプやで、ね。オタクでもさ、ファンさもらった瞬間、幻すぎて、記憶飛ぶ子と、そこだけ鮮明に覚えてる子おるやん。もう二択に分かれへん。セレンは、ファンさもらった瞬間、めっちゃ鮮明に覚えてんねん。ファンさくれた時の伊能くんの表情とか、動きとか。セレンは鮮明に覚えてんねん。リオは全部飛ぶねん。ゆうとくんにファンさもらった時とか、全部飛ぶねん。なんか、例えば、投げ中とか、もらっても、キャーってなりすぎて、あの公演後とか、リオ今日ゆうとくんにファンサーされたけど、ゆうとくんどんな顔してたっけ、どんなポーズやったっけ、で何の曲の時やっけみたいな、で連番してた子がいやいやいやこんな感じでもらってたよみたいな、あー確かそうやった気がするみたいな、なんねん、リオ記憶飛ぶタイプのオタクやねん。でも今回のお見送りのゆうとくんは鮮明に覚えてるよ、リオがこうこれ見したから、ゆうとくんのファンですっていうのでこれ見したから、あーみたいな、俺のファンだみたいな感じでまず目合わせてくれて、はぁーと思って、ほんでゆうとくんに出会って最高に幸せですって言ったら、ありがとう、こわっすごい夜間みたいな音出た。はい、ということで、そのイベントでまあ世界一大好きなゆうとくんと1メートルの距離で少しながらもコミュニケーションを取れた、そして目が合い、私がちょっと妊娠してしまったという、まあ、ご報告動画になります。はい。これご報告です。はい。まあ、お腹の子はちょっと、どうしようかな。まあ、生まれたら生まれた時言います。で、探偵ナイトスクープの観覧行ってきました。緊急報告。こんな感じでね。こう、観覧来てくださり、ありがとうございますのクリアファイルも配られてて。探偵ナイトスクープって関西ローカルやったっけ？わからへん。関東とか地方で放送されてるか分からんけど、まあ、とにかく、もう、すごい番組よ、これ。めっちゃ有名な番組で、だ一番好きなんよ。もう、この日本の番組史上多分一番好きな番組で、で、ずっとね、セレンと申し込み、観覧の申し込みしてて、3回目ぐらいの申し込みで、当たって、探偵ナイトスクープの観覧、行ってきました。いやー、めっちゃ幸せやったー。前田探偵に、ファンスもらった。
すごいな、テレビ番組の観覧ってめっちゃ楽しいねんな。すごい裏側見れた感じ。はい、じゃあ行きます。本番行きまーす。3、2、とかよ、生で見て、おー、すごいみたいな。あれはすごい経験したよ。で、まあ、探偵ナイトスクープの観覧ってあれ何人ぐらいやろうな、多分。200人ぐらい。200人ぐらいと思うね、多分。わからんけど。200人ぐらい入んねんけど、斜め前の席。リオララ視聴者、リオララ視聴者かい。すごないリオ、ジャニオタおった。斜め前の席ジャニオタや。なんで探偵ナイトスクープの申し込み応募してんねんお前って。ほんでリオの、後ろの列のセンターブロックの子二人組、女の子二人組、ジャニショ帰りでした。はい、ジャニショの袋持ってました。ジャニーズショップ行って買い物して、その帰りに探偵のナイトスクープの観覧に来るな。ほんま、びっくりした。ついでに探偵ナイトスクープの観覧いい子ちゃうねん。知ってる？みんな探偵ナイトスクープって。関西だけなんか分からへん。いつもここにな、ダウンタウンのまっちゃんが座ってんねん。で、ここにゲスト、コモンって言うねんけど、ゲストがおって、まあ、ここアナウンサーがおって、まあ、ここにそのレギュラーの方たち、レギュラーって、あるある探検隊ちゃうだよ。レギュラーの方たちが座ってて。で、西川くん気絶しちゃったちゃうだよ。もうええわ。いい、ちゃうで。ちょ、もういいって、もういい。ここのゲストの人が、運が良ければジャニーズ。すごない。ほんまに誰が来るか分からへんねん。運が良ければジャニーズ、とか、あと、福士蒼汰とか前来てた。ウエストの重岡くんとか。で、リオとセレンが行った時、誰やろみたいな。ゲスト誰やろ、どうするイノユタやったらとか言って。イノユタやったらやばいよなとか、まあありえへんねんけどな。大体番宣で来るから、ジャニーズとか。犬と今番宣することないから、まあ、絶対可能性はないのに、犬とやったらどうしようか、無意味持ってアピールしようとか、みたいに言ってんけど、ゲスト、勝俣さん。笑ったんかな、勝俣さん。いや、勝俣さんにお会いできて光栄やったよ。だってその何回か前は、福士蒼汰ゲストやってんで、福士蒼汰ゲストやったし、山田涼介とかも来てた。リオセレが行った回は勝俣さんでした。はい。勝俣さんが、元気よく。でもほんまいい人やったよ。もうお客さんにもありがとうございましたって言って、ほんま、もうみんな素敵な人やった。なあ、こうやってテレビとかにな、ずっと出てる人はみんないい人やと思う。え、そや、聞いて、みんな。あのさ、この間さ、そのツイッターで、あー、旧ツイッターゲイクス、リオのこと街中で見つけたら、マジで全然話しかけて、オッケー、写真もオッケーなんやけど、もし男性といた場合は、男友達じゃない限り、絶対 YouTuber って隠してるから、リオララちゃんですかじゃなくて、え、リオやん、何してんのって、友達みたいに話しかけてください。YouTuber バレたら積む。っていうのを投稿してん。これはリオさ、ウケると思って投稿したんじゃないねん。これ、面白いかな、みんな笑ってくれるかなと思ってツイートしたんじゃなくて、マジのお願い。マジのお願いで、このね、投稿したら、まさかの 5.3 万いいね。どういうこと？え、なんで、おもろい、そんなおもろい、おもろいとかじゃなくて、むちゃお願いやから。え、なんでなんと思って。まあでもなんかおもろかったらしい。ウケたわ、ラッキーって感じやけど。マジで、あるんよ。最近リオそのタップルやってるから、あったりするんよ、そのタップルでね。マッチした男の子と初めまして、みたいな。お仕事アパレルですって、嘘ついてる状態で、梅田とかで、その飲みに行ったり、ちょくちょくね、するから、その、やっぱ、視聴者さんと遭遇とかしやすいやん、梅田とか人多いから。とかで、リオララちゃんですかって言われたら、あ、そうです、みたいな。え、写真いいですか、あ、いいですよ。はい、チーズ。ありがとうございます。じゃあ、またお願いします。って言ったら、その男の人が、え、何者、え、有名人なんってなるんがめっちゃ嫌やねん。なんやろ、はずいやん。なんて説明したらいいかわからんやん。なんか、え、ちょっと、YouTube の方してて、みたいな言ったら、YouTuber なん、え、ちょ、チャンネル教えてやみたいな。なんの嫌やん。え、すごい有名、俺有名人とまさかのマッチしてたみたいな。なの嫌やねん。え、ちょ、YouTube チャンネル教えてやん。なんじゃこの投稿、え、すっぴんこんなんなみたいな。なんの嫌やん。何回かあんねん、ぶっちゃけ。全然いいねんで、話しかけてくださっても嬉しいし、写真も全然撮るけど、何回かあんねん、その男の人と、はじめまして、みたいな、このアパレルですって嘘ついてる状態で、ニューラちゃんですかって、話しかけられたこと、話しかけていただいたこと、何回かあんねんけど、やっぱちょっと、めっちゃごまかすんよ。え、何者？みたいな。言われんねん。え、有名人なんて。言われんねんけど、いや、ちょ、知り合いで、みたいな。久々に会ったから、みたいな。めっちゃ頑張って説明すんねんけど、今、知り合いの感じじゃなかったよな、みたいな。なんか、変な時があんねん。だから、ほんまに、これガチで、YouTube でもマジで言わして。ほんまに、特に大阪の子、梅田とか難波とかめっちゃ飲み歩いてるから、女、友達とおるときはいいで。
女友達と飲みに行ってる時とかは、あ、リオラちゃんって全然言ってくれたらいいねんけど、リオラちゃんですよねみたいな、写真撮ってくださいは全然 OK やねんけど、もし隣が男の人やった場合、え?リオやん久しぶりってマジで来て、ほんまに。ほんまに来て。でもリオの視聴者さんは、私より年下の子とかもおると思うねん、結構。中学生とか高校生とかの子おると思うから、その中高生の子らが街中で、じゃあ、男の人と歩いてるリオララを見つけた時は、リオ先輩?リオ先輩久しぶりでーす、なんかすごい変わりましたねみたいな感じで話しかけて、ほんまにお願い。私より年上の、主婦の方とかが、男の人と歩いてるリオララを見かけた時、リオちゃん、めっちゃ偉い、大きなって、元気してたでお願いします。ほんまにお願いします。いや、ちょ、これ面白いと思って言ってるんじゃなくて、ガチのお願いですからね。ネタで言ってんちゃうから。ガチでお願い。っていうね、まあ大阪に住んでる私の視聴者さんへの、まあ注意喚起ということで。はい。で、そうそうそう、思い出した。みんなに、ほんまに言いたいことあんねんけど、言いたいことっていうか聞いてほしい話あんねんけど、その、リオが、あいつやけども半年前ぐらいに、出会いなさすぎて、好きな人できなさすぎて、もう末期状態があってん。もう好きな人欲しい、彼氏欲しい、出会いないっていう状態があってんやんか。もう今は好きな人もおらんし、出会いもないけど、まあ、友達と遊べばいいやん、みたいな。そのうち出会えるっしょ、オタク最高みたいな。今はそんな状態やけど、もう半年前ぐらいは、うわーってなっててんやんか。で、その時に、この世のカップルってどこで出会ってるんやろうと思って、調べまくってん。カップルの馴れ初め?どこで出会ったかみたいな。調べまくったら、僕たち、私たち、インスタで知り合いましたみたいな。インスタで知り合って付き合いましたみたいな。結構多くて。インスタで出会うって何?と思って。TikTok やったらわかるやん。TikTok ライブ流れてきて、かっこいいと思って DM 行きましたとかやったらわかるやん。インスタで出会うって何?フォローしてないってことやろ?何?急にフォロー来るってこと?そう、いや、来おへんし。リオもインスタで出会いたいと思って。インスタで男の子と出会いたいと思って。インスタで出会うって何何何と思って。ハッシュタグやと思ってん、リオ。ハッシュタグで検索して、この世の男の子見まくろうと思って。そこで一目惚れした男の子に連絡しようと思って。何を調べようと思って。ハッシュタグ何々って調べないとあかんやん。ほんで、ハッシュタグ、なんて調べたらいいんやろうと思って、リオが調べたのが、ハッシュタグ男旅って調べて、ハッシュタグ男旅でいろんな全く知らん人たちの投稿を見まくって、うん、かっこいい人おらんかなって思ってた末期の時期があった。で、結局おらんくて諦めたけど、うん、マジインスタで出会うってなんなん、みんな、ちょコメントして、インスタで出会って付き合ってるカップルとかおったらコメントして。インスタってこうやって出会うんですよ、みたいな。わからん。インスタで出会うって何?出会いインスタって何?意味わからんねんけど。ほんまにハッシュタグ男旅じゃ何も出てこうへんかった。普通になんかもう、もう家庭をしっかり持ってる40、50代のサラリーマンたちが休日に会社の仲間と男旅行ってきた投稿ばっかやってした。はい。うん。うわ、ちょ待って、もう夜の10時やん。ちょ待って、もうそろそろ飲みに行かないとあかんから、ちょっとまだ正直、話したい話めっちゃメモしてて、あってんけど、ちょっともう家出ないとあかんからこの辺で終わるわな。カップルのペアルックマジで、見ててイライラするみたいな話とかもしたかってんけど、ちょっともう終わるわ。また今度するわな、これは。はい、ということで、じゃあ24歳、ラストの動画でした。笑ってくれたら何よりです。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。明日も一日、頑張れ、レッツゴー。以上、リオララでした。バイバーイ。